ちょっとなんかです。今回はサーチ&デストロイのちょっとさ途中参加ですね。やっていきたいと思います。サーチ久々いないね。いないね。バレてるかな。ここ危ないんでちょっとほっぽって。サーチはね、やっぱ見てる方がいっぱいいるんでね。これか。オッケーオッケーオッケー。そう、あと電車が速攻来るんだ、これ。このルールは。やばい。ん？あと結構いるよ、これ。マジか。ああ、やばいね、こりゃ。危なー。ああ、どうも。危なー。怖いなー。多分あっち側から来てもおかしく、すごいすごい、ガクガク。怖いね、これ。いや怖いよー。ボム遠いし、ボム遠いし、ボム遠いし。ボム acquired。お、よっと。どうも。イエーイ。あー、嬉しい。うまいね。あー、奇跡。このタイミング。ああ、あぶねえ。いやー、久々だから本当に。でもなんか毎回このスタンドオフじゃねえや、このなんだろう、エクスプレスやってる気するけど、それは気のせいかなっていうね。早めに出すよ。ちょっとなんかいるみたいだね、こっち側に。ちょっとどころじゃないかもしれないけど。外だね。このクイックドローのおかげって感じですね。いるね、ここかな。撃っていいかな。さあ、ここに来るんじゃないかな。あっちか。この陸橋を登ってくるのか、もしかしたらこっちから来るかもしれないという形ですね。助け立ちいたす。いるね。いること分かってんだけど、いかんせんちょっと場所が遠いから。上かな。こっちか、こっちか。ああ、でもね、オッケーか、オッケーか。あと一人だね。よし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 よ。さあ、しょっぱなこれ使っていこうか。どうしよう。でもこれは14秒。あ、結構長いんだ。キルストつく、あー、こっちやべえ。来たことね、いっつもね、あっち側なんですよ、僕。得意じゃないんで、こっち側ね、撃たれてからやるタイプね。こうヒュッて引いた。いやー、ダメだー。頑張れ。この人だ、この人。いいね。いや、最近ね、やっとね、ナナさんのライブの物販が発表されました。祝です。祝物販発表で。ねえ、なかなか今回もいいものが揃っていて、僕はもう。おお、イケメン、イケメン、イケメン。
イケメン、これは。これはただのイケメンでしたね。イケメンですね。カレーありますね。あ、懐かしい武器が。懐かしい武器、懐かしい武器。いや、いいっす、イケメンっすね。でね、ライブシアターのね、物販が発表されて、僕はね、それを、おそらく、友達の分はまだあれなんですけど、僕だけの分だと、もうね、8割、9割ぐらい購入予定です。あれはいいですね、ほんと。今回、T シャツのデザインがなかなか、ね、スタイリッシュで。僕はそれがかなり気に入ってるんですけども、やばいね。単純にやられた。こっちやっぱ苦手なんだよな、こっち苦手だからなんかどこで敵とどこで会うかわかんないから、そこがね、経験不足で、ね。いいね、いいね。ごめん、マジごめん、マジごめん。いいよ、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 これは。おー、いい、いいね。今なんなん？あー、22だ。あー、ラスト、ラスト。頑張れ。頑張れ。いやだから今回はね、T シャツ2枚除く、もうほぼ全部買うっていうね、皆さんもね、購入される方いっぱいいると思うんですけど、僕は頑張って渋谷の方に並んでいきたいと思います。はい、渋谷のね、室内でね並ぶんでね、冬でも全然寒くないと思うので、かなりね、物販の人には優しい会場なんですけど、これは多分A の、あーでも近く来てるね、バレてる。そう、室内でね並ぶんでね、物販はやっぱ外とかで大変なんですけれども、今回はね、僕は渋谷の方で早々と物販を終わらせて、当日はねもう悠々と来たい、そんな感じですね。いやー、今回のカードもどんなカードか、おー、いいねー。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんもね、物販並ぶ方、当日並ばれる方とかね、頑張ってください。でも多分スーパーアリーナ中でないのかな、ちょっとそれはわからないんですけどね。もう今回のはね、多分また売り切れ出るんでしょうね。僕は始発でだからまた渋谷に行ってきます。というわけでこんな感じで終わりたいと思います。皆さんもぜひ頑張ってくださいね。それでは次回もかかってこーい。